フリーク秘密基地お、早速嘘でしょ。ガンを吠えるな。そっか、参りました。あ、潮吹きやりましたね。潮吹きは爆弾のはずだった。いよいよバトルも始まるということで、お二人は対戦歴がそもそもあるんですよね。あのポケモン竜王戦前の研究会を森本さんにしていただきまして、はい、なんとポケモン竜王戦の予選で森本さんがその時使われてた手持ちポケモンとほぼ和田光生が一緒の選手がいて当たるという奇跡が起こりました。本当に頭が上がらない。ミミッキュがトリックルーム持ってるのかと、はい、だからグラードン出てくるのでみたいな感じで。じゃあどうですか、バトルの意気込みとか。そうですね、結構お気に入りのポケモンを揃えてきたので一生懸命考えて、あーちゃんも、はい、相談するので私も一緒にやりましょう。森本さんはどうですか。と最初ね、あの変なポケモンば、変なポケモン変なポケモン変わったポケモンばっかり使ってたんですけど、荒れ対策荒れ対策ってやってくるとだんだんね、あれちょっとガチっぽくなり なってるんじゃねっていう。やっぱバトルで一番大事にされてるのが独創性ですか。そうだね、絶対にこう誰もやってないようなことをやりたいっていうのがあるんで。それではウルトラサンムーンを使ったポケモンバトル始まりますよ。ルールはアンリミテッドトライアルルールで行われるということで、夏の大会、はい、夏の大会とちょっと若干違うんだけど、はい、大体同じルールです。はい、バトルを作ってる人が対戦するって大変なんですよ。開発者だって負けるんです。勝ったことがないでしょ、俺おとさんに。ルギアがいる。わからない。いや、これはきっとトリックルーム打ってくるやつなんですよ。ルギアどう使うんですか。まあ、6体中、まあ、4体ということで、伝説が2匹いるんですけど、だいたい2匹は出てきますよね。アヒージョさんの、いやアヒージョさんって言っちゃった、山口さんゼルニアスとカイオーガ、ね、カイオーガがあの藍色の玉を持っていて、グラドンは、まあ、ペニオの玉を持ってるかどうか分かんないですけどね、はい、これで持っていると見せかけてる可能性も森本さんなら十二分にある。決めました。いやだ、これはまずい気がする。ちょっと頑張ります。頑張りましょう。そうですね、あの自分の、レパルダスの猫だましと、ガオガエの猫だましがあって、どっちがどうするかなとかそういったところを見る感じになりますかね、はい。まあこう言ってね、猫だまし覚えてないかもしれない。いや、かもしれないですよ。猫だましは覚えました。猫だましは強いです。ガオガエ来ましたね、ガオガエ。いやグラードン初手のポケコということで、カプポテコのエレキメーカーが発動して、これ先ほど言ったこのフィールドを変えるという。そうですね、はい、はい、まず特性がこうまず バシバシとこう決まっていきます。嘘でしょ威嚇が入った、ね、これは山口さんはちょっと読みが外れた感じですか。いやグラードン初手なんですね。こうかな。これでもひげってて電気ビビりながらもう画面すごい大変なことになってますよ。大丈夫か。なるほどなるほど。どうしよう。猫だましをして。猫だましがカッコテコに当たりまして。追い風をするパターンだと思うんですよね。早速。嘘でしょ。ちょっと待って。早速。結構さ、この、まあ、要するに地面に電気を走らせて満足して帰ってきたというそういうことですよね。さあ出てきたのはクレセギアですね。いやー、フィールドだけ張るためにいたんですね、このポケコさん。そしてエレキシードで防御力が上がったと。はい、猫魂、失敗したんじゃないですか、私。まあ、失敗したかわからないですけど、すごい前提に組まれてた感はあります。オングルさんだけ。さあ、当たりませんが、あ、ガオガエンも耐えるか。あ、耐えるんだ、そうだ、耐えるんだ。いや、いいんですか、何も、あれだと。うん、エレキシード。さて、これはどうするかな。悩みますね。やっぱりこう、あとダブルバトルだと、おグラードンがここで戻って、日差しが元に戻り、そして再びカプコケコが出てきました。これはいい感じでは、きっと。おさあ、これは。Z 技の開発とかって、どうでしたか。 Z 技ね、まあ、メガ進化がやっぱりすごく受けたんで、それに代わるこうなんか派手な攻撃っていうのをやりたいと。相当派手ですよね、はい、これで言うと。さあ決まって、カプコケコが硬い。そうですね、効果は今一つなので。そうですね、はい、
クレセリアも防御が上がって。このクレセリア何を持ってるんですか。だからレキシードあるじゃないですか。そうですね、はい、ごめんなさい、してた、はい、レキシードで防御が上がってるので、はい、かなり硬くなってる。はい、失礼しました、ごめんなさい。はい、ちょっとワンさんも横られてしまいましたで、畑落とすをやっても、エレキシードでもう使っちゃってるんで畑落とせないという、まあ、結構ダブルバトルって守る持ってるポケモンも多いから、その読み合いも結構ありますよね。そうですね、なんか結構どんどん目まぐるしく森本さんの方はポケモン変わっていきますね。さあグラール、終わりの大地で日差しが強くなって、このブレイブワールはクレセリア。けそう。さあこれでクレセリアがどん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 要塞とカスんでする。ここで山口さん必殺の吠えが炸裂して、やっぱりこの罪対策参りました。参りました。はい、ここでパックポケモンも出てきて、これはでも山口さん一歩取ったんじゃないですか。そうですね、結構吠えるって怖いですよね。こう高校一番最後にこう技が出るから、それまではちょっとさらさなきゃいけないから、吠える。でも精神的にもダメージ与えてるからチャンスですよね。さあ再びクレセリア、結構です、ね、でもさっきよりは防御が上がってない、ちょっと打たれ弱い。そうです、お、もうちょっと、もうちょっとですね。さあ、イバーナダルが、当たらない当たらない、これは大きい。ガオガエも耐えて、これは、今の当たらないのは大きかったですね。まあ、まだ山口さんのね、残りの2体もわからない状態ですから、結構森本さん的にも、難しい局面です。ガオガエに当たらない、ガオガエに当たらない、きつい、きつい。さあ、ウォーグルも耐えましたね。あ、回復してくる。晴れ状態なんで、月の昼光の回復が多いんです。はい。そうですね、これでまあ、ラジオとしても耐えてと。でもな、どうですか、こうポケモンバトルってこう、例えば森本さん、将棋考えてる時と比べていかがですか。そうですね、将棋は紛れがないんですけど、まあ、ポケモンはね、ランダムもあったりとか、今の岩の誰とかもまさに当たらないよね。将棋はね、大手打ったら大手ですから、ね、大手だけど逃げられたってのはないですか。さあ、まだ、あ、山口さん的にはまだ手持ちも見えてない強みもね、すがしていきたいところですが、クレスリアをオーグルに当たらない、今の誰が当たらないですね。当たらないで、しかもこれカイオーガとゼルネアスが出てくるんで、これ倒したところでっていうやつなんですよね。さあクレセリアを覚える風を打って、まあ、これでようやく、まあ、先に2体にやられてという、うん、これ4対2になってるように見えるんですけど、もう1回もしていいの。さあゼルネアスと色は配布された色違いを使っております。はい、今まで色違いポケモン好きですよね。大好き。こだわりなんかありますか。こだわり、そうですね、結構負荷で出たポケモンは使おうかなっていう、うん、え、これまでの森本さんとの対戦では全然勝ててないんですよね。一回も勝ったことない。一回も勝ったことがない。じゃあもしかしたら今日初勝利を手にできるかもしれないですね。ただグラードンがね、結構ね、あのカイオーガとゼルネアスで倒すの大変。今引っ込められたじゃないですか、はい、もう一回出てくるんですよ、うん、もう一回出てきたら雨が消えるんですよね。そうですね、そうですね、日照りになっちゃうので、ちょっと私は間違えたんじゃないかと。いや、ゼルネアスに頑張ってもらうしかないです、ね、ゼルネアスはあの大概の場合は、あの、妖精、フェアリー技しかフェアリー技だと、炎では弱いんです、いやー、で、
とまずい香りが。だから天候のその後か先かっていうのもすごい前、これは前からかなり大きい戦略の一つの要素ですよね。そうさあ、この画面がすごい、もう重厚感がすごいですね。伝説だけ伝説だけこう残ってという。ルギアどうやって使うんですかね。すごい楽しい。そう、ルギアがこの自分の中では一番こうオリジナリティの部分です。さあ、マジカル社員がグラードンもかなり急所に当たってますね。急所に当たってますね。あ、私はやらかしたんじゃない？塩抜きやりましたね。言い訳するとでもあれですね、太陽がの技だ。でも雷があればやらかしたな。あ、そうです、追い風がやんだよ。でその間に、ルギアが10個暗示をしたんで、はい、ルギアは今一番早くなりました。これはまずいんじゃない？なぜ私は塩吹きをしたの？ダメだ。さあ、まだか、これはまだわからないですよ。これはわからない。いや、ポケモンバトルはこれがあるから。これがポケモンバトルですよ。雷が当たる、当たりました。雷が当たって、まさかの幕に急所に当たってる。すごい急所に当たりましたね。負けました。ありがとうございました。なんと最後山口さんの勝ちとなりました。2回失敗しましたね。蒸発した塩吹きそしてあのエレキシード使ってるのに畑落とすという。いや、ね、和田ちゃんが止めてくれてたんで。いいんですか、何もあれだと。エレキシード、森本さん、ちょっといかがでしたか最後。いやもう多分勝ちを確信されてらしたんじゃないかなと思うんですけど。ただ、ジェルニアスが、ベアルグラスでちゃんと倒れるかどうかはちょっと不安だったんですけど、ね、そうだったんですね、はい、体力的に、はい、でも多分いけて、グラドンが太陽がより先に動け、あ、でもその素早さもちょっとわからないんで、はい、まあでも、雷しかなかったので、グラドンが生き残って海洋が残っていったら、もうその段階で森本さんの勝ちにはなってますね。ルギアを入れた理由っていうのは、ルギアはそもそもあの固まったクレセリアをコピーする。あ、そういう意味だったんです。クレセリアがあの段階で3段階、特攻上がってますよね、はい、しかも防御がエレキシードで1段階上がってますよね。さらに自己暗示をした後、悪鬼の実を持っていて物理攻撃でやられてもさらに1段階防御が上がるという。なるほど、ルギア最強なこう爆弾ってことですね。爆弾だった。ルギア爆弾のはずだったのに、クレセリアがホエルがあっても、まあ、ホエルはでもきつい。そうですね、あのホエルはすごいあのバッチリ対策というか刺さって、なんか結構、ね、強い方の対戦の動画とか見て結構ホエル、そう、たまにいるんですよ。ホエルっていろんなポケモンがやるんでね、グラードンがホエルやったりとかしますから、そこからホエルみたいな。トリクルームの手持ちではなかった。トリクルームではない。グラドンは今回初めて入れた感じ。グラドンとかカイオーガは使わない体でやってたんで。でもやっぱりカイオーガとゼルネアスの対策がすごく難しくて。まあ、グラドン1個でできるのかって思うとちょっと。まあでもあれですよね。だから山口さんからすると、やっぱりカイオーガとグラードの天候じゃんけんというか、こうどっちの天気を最後まで残すかっていうのはすごい大きい要素ですね。森本さんが引いたのがすごい上手いですよね、あのタイミングで。対戦してるとこういろんな思いあると思うんですけど、見ている側としてはものすごい面白い展開、はい、なのですね、あの、はい、ダブルバトルの初心者でも急所を引けたら師匠に勝つこともできるという。またぜひちょっと対戦の機会があったら、次はじゃあ師匠がリベンジマッチになっちゃいます、ね、師匠逆にしましょうか。ポケモンで一番悲しかった瞬間はいつですか？PP 切りした時とレートで1400点台になった時です。悲しい。頑張りましょう、はい、ゲームフリーク秘密基地チャンネル登録お願いします。